大平記は日本の古典文学作品の一つである。歴史文学に分類され、日本の歴史文学の中では最長の作品とされる。ジャンルは軍記物語、成立は室町時代。全40巻で南北朝時代を舞台に、五代醐天皇の即位から鎌倉幕府の滅亡、剣務の神聖と、その崩壊後の南北朝分裂、官能の常乱。 二大将軍、足利義明の死去と、細川頼之の官僚就任までから1368年頃までの約50年間を書く軍記物語。今川家本、五勝寺本、西芸院本などの書種がある。表題の太平は平和を祈願する意味で付けられていると考えられており、音量鎮魂的な意義も指摘されている。第二次世界大戦後、 大平記を称する小説や、テレビドラマが多く作られたため、混同を避けるために、古典大平記と呼ばれることもある。作者と成立時期は不詳であるが、今川定世の南大平記に、星章寺の江鎮商人が、足利忠義に三十四巻を見せたとの記事があり、十四世紀中頃までには、五代五天皇の宝魚が描かれる末期二十一あたりまでの部分が、円関、玄里氏など、 室町幕府との密接な関わりを持つ知識人を中心に編纂されたと考えられている。室町幕府三大将軍、足利義満や官僚、細川頼之が終定に関係していた可能性も指摘されている。いずれにせよ一人の手で短期間に出来上がったものではないだろうと考えられている。この点については、南太平記のほか、太平記評判秘伝理人賞でも、 あくまで根拠の乏しい伝説の意見を出ないが、実に十人を超える作者を列挙している。また、現恵み作者説については、古代本の一つである神宮長古官本の工事、元年次の奥書きに、ドッキヨシサイハルユキヒロシ書きとある。小島帽子などの手により造歩改定されてゆき、1370年頃までには、現在の四十巻からなる、太平記が成立したと考えられている。 同時代の資料で、太平記の名が確認できる最古のものは、当院皇帝日記の王安七年五月三日上で、ある、以降の芝吉行追悼の件である。伝え聞くサンヌル289日の間、小島法師演説とうんこれ近日天下に、伊藤部太平記作者なりおよそ非戦の、器なりといえども、名称の聞こえあり無念というべし、南太平記を別にすれば、同時代、 またはそれに近い時代の資料で作者に儀されているのは、この小島帽子だけであるが、この人物が何者であるかは記述の小島高徳説ほか、備前寺島に関係のある山伏説、大見返島の関係者など諸説あり、いまだに決着を見ていない。当院皇帝日記に見える太平記の本文は全く不明であるが、公述する英和本の本文が現存、太平記本文に、 ほぼ一致することを考えると、太平記作中最新記事の事件から10年ほどで、原存本文が成立したとも考えられる。一貫して南朝よりであるのは、南朝側の人物が書いたとも南朝方への鎮魂の意味があったとも推測されている。また、バサラと呼ばれる、当時の社会風潮や月国城に対しても、批判的に書かれている。全40巻。 原尊ルフボンで全40巻だが、16世紀の時点で、巻22は、すでに欠落しており、前後の巻より素材を抜き出して保管しているものと、考えられている。内容は3部構成で、五醍醐天皇の即位から、鎌倉幕府の滅亡を描いた第一部、剣務の申請の失敗と、南北朝分裂から、五醍醐天皇の崩御までが描かれる、第二部、 南朝方の怨霊の幕府による足利幕府内部の混乱を描いた第三部からなる。前日の巻22の欠落であるが、現在伝わっている伝本の中で巻22を立てているものでも内容そのものは巻23から24の記事を使用しているので結論的に巻22は欠巻ということになる。その原因としては天皇や武家方に対して、 不都合なことが書かれていたので削除したと考えられているが、現在のところはっきりしていない。なお関数については、全40巻とするのが一般的だが、個体本は、巻22を書く、実質39巻本、公室本は、巻22を編集によって埋めた、実質40巻本の他に、終末部を2巻、または3巻に分割して41巻。 または四十二関本にした写本も存在する。そうした本文の分割とは別に、平家物語に見られるように、方圏伝承をまとめ、剣巻として一巻に仕立てたものを付属する写本もある。ただし、この場合、剣巻は関数には含まれない。全体の構想は、儒教的な大義名分論と、君臣論を通し、仏教的因果応報論が基調として、 総額の影響を受けたとされる。この考え方に基づき、五代五天皇は、作中で徳を書いた天皇として描かれる。後世の広告史観へと至る水戸学では、天皇神聖を目指した、五代五天皇こそ正当な天皇であると主張したため、明治昭和初期には、太平記が重視されなかった時期もある。中盤の五代五天皇の崩御が、平の清盛の死に相当するなど、 随所に、平家物語からの影響が見られ、また、時折本筋を脱線した古典からの引用も多く、脚色も多い。有名な、五越合戦、関数合戦などは巻きびとつの何分の一かを占める、長文のものである。もっともこの二つは、太平記関石由来古字でも他を押してちょうだいで、あるのだが。ただし、すでに、江戸時代以前の古注釈の頃から指摘されているように、 太平記の引く古字は時に単純な勘違い以上に漢跡と相違するものがあり、しばしば不正確とされる。ただし、漢跡については、増田金の研究などによって、いわゆる変文といわれる通俗読み物などが素材として、かなりの量用いられているのも理由の一つとされている。また、巻十五伊勢方建説話には、かなり奇妙な人代説話が載せられているが、 これも、日本初期本軍によったものではなく、中世に本記を素材としたのであろうと考えられている。なお、この脱線の多さの理由については、大隅和夫の説のように、太平記は、軍記物語の体裁をとってはいるものの実際には、往来物として作られたものであり、中世の武士たちが、百科事典として使うことを主目的に作られたからでは、ないかという見解も存在する。 太平記の本文系統については、戦前に後藤を丹次の研究があり、戦後も高橋定一、鈴木富江のほか、昭和後期から平成にかけては、長坂茂幸、長州元段らが、網羅的かつ精力的に研究を続けており、以下それらの成果によって記す。構成にあるように、すべての原存、太平記本文は、巻22に当たるべき記事を書いており、 記事配列の操作をせず巻き22をそのまま結巻きとするものを個体本とし配列を操作して巻き22を設けたものを比較的高室本とするこの点については古く参考大兵器判例で既に指摘されている戦後紹介されたもので巻き32相当のみの破本でありかつ大兵器の名も完成られていないが 太平記の最終記事年代に近い、令和年間写しかとされる古写本があり、この本文は原存の書本とほぼ一致する、令和本と称されるものである。このほか1、2の段間中の一文を除くと、まとまった古写本としては次の4系統のものが、原存本中、古代本とされる。これら4系統の相互の関係は未だに定説がない。ただし、 ルフ本本文との比較では、なんと本系統が一番近く、逆に西元インポ本が一番遠いことは判明している。現在では、一応人宮超古関系の本文を個体とするが、これも確定的なものではない。また、個体とされる神田本にもある箇所に、大量の切り継ぎがあるほか、すべての古写本が根体本であり、極端に言えば、巻ごとに系統が異なるとも言える。 ただし、太平記の本文移動は特定の巻に集中する傾向がある。以下、ルフボにより古いが、巻22を編集によって埋めている書本のうち、代表的なものとしての現存写本の中では最も古い奥書きを持つ。またこの奥書きはかなり長大で、それによるとこの写本の伝来には買武田氏との関わりもあるという、参考太平記競合対象本などがある。なお、 参考太平記の競合対象本とされ、現在所在不明のものとしてがある。太平記で華々しい活躍を描かれている楠木正キ・は、その名前を楠木表記とされたのは、明治時代に入ってから大上官の修士官における決定によってなされたもので、太平記の書本は、その名前を一貫して楠木正重と表記している。ただし、 楠木合戦注文をはじめとする一次資料の多くは楠木ではなく楠木としているため歴史的事実としては楠木で正しいと考えられる。太平記は中世から物語像の太平記読みによって語られ初等学問におけるテキストの役割や江戸時代には講談で語られる物語の一つとなる。室町時代には太平記に影響され、 多くの軍記物語が書かれる。赤黄藩浅野家家臣が良義中を打ち果たす赤黄事件が起こると、武田出雲らにより太平記の縁や方眼の物語に固くされて金本中心蔵として書かれるなど、説は浄瑠璃など日本の近世文学にも大きな影響を与えた。戦国武将にとっては太平記を標法書の側面から捉え、 様々な論評を加えた書も生まれた。その集大成が太平記評判非伝理人賞となった。江戸期に至るまでの武士にとって不可欠とも言える標本書となった。16世紀、日本でキリスト教のカトリックの布教を行ったイエズス会の宣教師たちは、平家物語と共に太平記を日本の歴史や文化、思想、日本語などを学ぶための資料。 教材として注目した。そのため、イエズス会が活版印刷で刊行したキリシタン版にも、太平記は強い影響を与えた。例えば、日本の歴史や文化、思想、日本語などの学習ための教材として、太平記抜き書きが刊行された。しかし、太平記抜き書きでは、神仏に関する記述がキリスト教の唯一神にそぐわないとされ、神仏は、 当時の日本におけるデウスの同義語であったテントに置き換えられている。また、日本語の語彙をポルトガル語で説明した辞書である。日本辞書でも語彙の説明のための例文の多くが太平記から引用されている。南北朝時代は古代史と並び皇室のルーツに関わる時代で広告史観の元逆神、高氏や中心、正重などのイメージが固定化された太平記は、 小説や映画、TV ドラマなどの題材として作品化されることは、極めて稀であった。その風潮に対して、吉川英治は戦後、私本体兵器において、足利尊氏を、それまでのイメージと違う、新たな解釈を加えて、南北朝時代を小説化した。平成3年にはこの、私本体兵器を原作に、NHK 大河ドラマ、大兵器が放送された。 同時代を生きた今川定世は、o a 9年に表した南太平記において内容の誤りを指摘している。ただし、それは今川が室町幕府の重鎮であったことと関係するのかもしれない。近世では、徳川光圀は大日本史において資料としているが、明治の東京大学教授、久米国武は資料的価値を否定している。例えば、現行2年。 楠木正重の下赤坂城の奪還と再挙兵は、太平記では4月3日とされているが、一時資料である楠木合戦注文では12月中とされているなど、有名なエピソードについても大幅な錯誤があることに、留意する必要がある。また、太平記にしか記載がないとされている南朝方の武将、小島光徳の実在性をめぐって、これを否定する重ゲ安次と、 より慎重な資料批判を求める川田義との間で論争が起こった。近年の批判としては、足利氏一門の研究をしている谷口祐太は、日田氏とその一族が、足利氏の一門、初流であったのは、同時代資料から明白であり、日田氏が足利氏から独立した一門であるとしたのは、軍機物である大兵器のみであったにもかかわらず、足利と神殿を同格とみなす。 資料的には根拠のない太平記史観が広まり、新田氏の書流と称した徳川氏の天下が終わった明治時代以降にアカデミズムを含めて帰ってその傾向が強くなったと指摘している。今日では同時代の日記など他の一級資料と内容を比較することで歴史的資料として研究されている。平家物語と比較すると一貫性が欠如している、完成度が未熟、 などの批判がある。宝井企画は、平家なり太平記には月を見ずと評している。ガツは、豊かな情緒、風雅の象徴であり、平家物語にはあるそれらが、太平記にはない、と、企画は両者を比較している。他方、平家物語とは異なる、文学性に満ちた、軍記文学の新境地を開いた作品という評価も、ある。同時代の原点資料には、 南朝の正当性を示すために記した北畠地下ふさ、人能正政陶足利家の辞席を書いた梅松論や源の武志集がある。以下の書書は太平記の名を冠しているものの古典、太平記とは成立経緯も内容も直接の関係はない。以下は戦後昭和から平成期に刊行された書目他に抜粋版で交渉、訳を行った書目は 鑑賞日本古典文学21、鑑賞日本の古典13など数種ある。本文が膨大なため、複数の系統の異なる本文を厳密に、比較競合した、いわゆる、広本と呼べるものは、現在まで、未交換である。以上の、古典体系本、古典修正本はいずれも定本は、慶長8年間の古活字本。この本文が、官営以降の正版本イコールルフ本本文の、 直接の原型になったとされる。ただし、古典体系版の解説によれば、古写本と、慶長8年古活字本の間に、慶長7年間と推測される無関期古活字本があり、これは、ルフ本の本文に一部個体の本文を含んだ、得意なものであるとされるが、現在まで詳細は、未紹介。上記2社とは違い、底本は造法系とされる、天正本であるが、当中他で、 ルフボン系本文との行為を記す。第二分冊以降の関東、判例によれば、他に、長坂茂之、長州元団が、公中者として参加している。公中の施された全館にわたる現代語訳は、現在これのみである。各分冊の、解説にはほぼ20世紀末までの、太平記研究史の要約と課題がまとめられている。今井広沈み、内藤貞明編。 1689年成立、1691年間。水戸、商工館にて、第二本史編纂の参考資料として、太平記の序述を、他の史書、資料と競合し、史実を交渉したもの。商工館が収集した9種類の太平記古写本の本文を、ルフボンと競合し、事実関係について、検討を加えてある。資料編纂の目的のため人名。 地名など固有名詞と年日時の相違には厳密であるが、史匠そのものの競合には時に緻密さを書く箇所もある。また、太平記に品質する、間石を出展とする故事などについては全く無視されており、参考太平記には引かれていない。以上の編纂方針を呼び、参考資料名を詳細に掲げた判例を関東に持ち、そこでは文献学的な 太平記諸本論が提示されている。質量ともにそれ以前のあらゆる注釈、交渉をしのぎ、明治になるまでは、太平記の注釈的研究としては最も優れた、ものであった。なお、商工館では同様の目的で他に、参考補元物語、参考平治物語、参考元平成水記の都合4書が編纂されたが、幕末までに正半本で交換されたのは、 参考体兵器だけである。ありがとうございます。